株式投資虎の穴、林投資研究所チャンネル。こんにちは、林智之です。今日はですね、株式投資でこれをやってはいけない、えー。こういう話をします。本来ですね、これをやってはいけないという否定形ではなくて、だからこういうふうにやろうっていうね、肯定形の方がいいんですけれども、このね、肯定形の表現も言いますけれども、まずは、 このイメージを消そう、ね、こういう考え方をやめよう、まあ、こういういことをね、えー、強調したいと思います。えー、今日紹介するのは、買い向かいと売り向かいですね。まあ、売り向かいっていうとね、ガンガン勢いのある銘柄。ねえー、これをね、空売りする。こんな、ね、値段はおかしい。絶対にね、えー、今が天井だ。って言ってね、えー、喧嘩するように売り向かって、 持ち上げられる。担がれる。そして、空売りは危険だ。えー、こういうふうになっちゃうと。まあ、空売り売ってね、ないものを売るんでね、気持ち悪いところがありますけれども、現金を増やすために、株式市場でポジションを取る、えー。そのポジションをね、自由自在に動かしていく。まあ、そういうふうに考えるとね、えー、買いも売りも同じなんですね。現物買いでも、信用の空売りでも、 実は全く同じです。現金を使ってポジションを取る自由意思です。いつでも自由意思で降りることができます。で、値動きで儲かったり損したりします。全く同じですね。よほど特殊なことをしない限りはですね、買いも売りも同じなんです。だからね、空売りは危険だっていうのはね、そうやってあの無理な売り迎え、喧嘩するような空売りを して、えーまあ、負けた人が言うことですよね。あの向かわずにやるってことはこう下げ相場下げ相場に入ってね弱くなってから乗るということです。だから買いも同じですね。えー、上がっていく時に買いポジションを持っていればいいわけです、ねえー。プロは逆張りだって言ってねどん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 下がってくるところを買い向かう。今がそこじゃないか。 えいや。これはね、逆張りじゃないんですね。えー、無茶です。あの、逆張りっていうのはね、あの、下げ止まって、これから上がるだろうっていうところで、少しタイミングを早く、少し先回りして、少し苦労して、うまく安値を拾おうと。まあ、こういうことですね。あの、順張りでも逆張りでもですね、見据えるのは近未来の値上がりです。 上がっていくときに買いポジションを持っているかどうか、ここだけ考えてるわけですね。だから、順張りでも逆張りでも実は同じで、タイミングがただ違うんですね。順張りっていうのはね、上がり始めてからよし買おうと。まあこういうことですけれども、逆張りってね、じゃ下がってくるときに買うのかっていうとそうではなくて、下げ止まったと。これから上がると。だからこの安田県のね、 ずぐずっとしたところでうまくね、えー、拾っていこうと。ねまあ、結局上がっていくときに買いポジションを持っていればいいんだけれども、えー、ちょっとだけ苦労して、えー、買い値をね、有利にしようと。まあ、こういうことですよね、えー。だから同じなんですけれども、まあ、つい逆張りっていうとね、えー、下がってくるときに買うと。まあ、こういうふうに考えがちなんですが、これはね、えー、違います。このイメージは消してください。 ガンガン下がってる相場で、あの、落ちてくるナイフをね、掴むか否か、なんていう議論がありますけれども、実践とはね、えー、全然離れたところにある、えー、まあ、議論になっていないような話だと私は思います。買い向かい、売り向かいではなくて、一方遅れでいいから値段についていく、ね。機敏に動かないといけないんですけれども、えー、いつも一方遅れでついていく。こんなイメージを持ってください。 対立ではなくて、順応だ。まあ、こんな言葉がね、役に立つんなら、えー、頭に残しておいてもらいたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。